サエコさん、サエコさん、サエコさん、どうして私たちの親子を置いて先に行ったんですか、サエコさん。私たちの元に戻ってください。あなたはまだ行くのが早いです。私の胸に戻ってください。キラの画面の胸に戻ってください。サエコさん、サエコさん、病気と大変な思いをして戦っている姿を見てみるために胸が張り裂けそうな、胸が張り裂けそうな思いをしていました。これは本当につらい、つらい思いをされていらっしゃいました。サエコさんが、サエコさんが帰ってくれ、こんなところに帰ってくれ、これ以上なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ。真面目に生きてた方、生きてた親子がなんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ。まだまだ病気で先出すのは早いぞ、早い、まだまだまだ、サイコさんまだ早いよ。サイコさん、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 戻ってきてくれ、俺の胸に戻ってきてくれ、一緒に一緒に戦おう、病気と一緒に、キラカメ見れて一緒に病気と戦おうじゃないか。サイコさん、帰ってきてくれ、帰ってきてくれ。サイコさん、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 今回はご愁傷様でございます。今後いろんな面で息子さんのご活躍を楽しみにしております。息子さんもお母さんのそういう姿勢を体に染み込まして芸能活動をなされると思いますが、今後は一躍飛躍して立派な芸能人、立派な芸能人になるものと思っております。突然のことで驚かれると思いますが、いずれは来るということはおかしいですが、避けて通れるものではございませんので、悲しむ遺族が悲しむだけでございます。もうこれ以上涙は流したくないと思うほどよく流していただきました。サエコさん、サエコさん、もうこうやって呼ぶのも何度も読めないわけですね。もうそう思うと余計寂しいです。サエコさん、サエコさん、ああ、サエコさん、サエコさんの美しい姿が目に焼き付いて離れません。サエコさん、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 サエコさんはね、ああ見えても頑張り屋ですから、こちらの方でも頑張って、また第2の第3の息子さんを育てて立派な芸能人を作成すると思いますよ。偉いですね、本当に偉い。サエコさん、サエコさん、戻ってきてくれ、俺に相談をするって言っただろう、それに俺に相談してくれ、今から俺に相談してくれ、俺の方でちゃんとした答えを出せるから相談してくれ、サエコさん、相談してくれ、一言相談してくれ、相談してくれ、俺に頼む、俺に一声。サエコさんの息子さんはこの平仮面が立派に立派に育てていきますので、お約束をいたします。おご心配なさらないで、私にドーンと任せてください。私の方で立派な立派な青年に育てていきますので、よろしくお願いいたします。本日は
主者様でございました。